はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。やってくですね。さあ、やってまいりました。今回はですね、セブンティーさんたちからドン・キホーテ。こちらの、コレオグラフィービデオの方のリアクションを撮っていきたいと思います。ということで、収録ボタンはファイということで、昨日に引き続きということで、今回、ドン・キホーテのプラクティスビデオを見ていきながらですね、リアクションを撮っていき、リアクションが終わった後に、最初は著作権の関係の音でこちら、音はこちらで聞かせていただいて、で、終わった後に速度をちょっと落としながら、音を出して解説の方もしていきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。それでは、行ってみたいと思います。レッツラーカーソルは、こちら、レッツラーゴーズ。うわあ、すごい。ふう。すごい。うわ、この缶。どこから？どこからいらっしゃった？いや、すごいわ。お？うん。わわわわ。うわあ！気持ちがいい。ディノちゃん、うわ、ハオくんまた、うお、うお、ここかっこいいですよね、ワダくん。どういうヒット打ったの今。いやー、素晴らしい寸貫し、 うまーい。ファンちゃん、ジュン君、これやばいな。うわあ。いや、やばい。やばいやばい。すごいすごい。すごいすごい、これはやばいぞ、これはやばいぞ、すごすぎる。2分50秒マイクの持ち方しっ、うわ、もうここで鳥肌立っちゃうもん。これでみんなの、これでめちゃくちゃ綺麗な陣形よ、ほんとに。うわ、エモ。なんでしょうね、この。うわー、なんかすごい、本当に。一つのチーム感がすごい伝わってくる、本当に。一緒にやりたくなりますね。うわ、素晴らしい。ここかっこいい。この手が下、真ん中、上っていう風にワン、ツー、スリーの3段階になるじゃないですか。その3段階のベクトルがこう全員分こうやって揃っていくっていう、このかっこよさよ。こういうところのこのノリとかも全員分見えるわけじゃないですか。あの斜めになってるのでみんなのこの軌道が見えるんですよね。
そこがね、すごくやっぱり視覚的にも効果ありますし、なんだろう、感動しちゃう。ジョハンさんはそれはドリンクね、モンスターかしら。いや、ここのカノンすごいですよ。ドンツッカンドンツッカンドン、このアクセントの強さ、ブイマッチョですよね、パフォーマンスが本当に。だからね、改めてね、皆さんの体がね、でかい、あの身長がじゃない、厚みが、ミンギュ氏すごいよ本当に、格闘家さんかと思ったもん。そうよね、リーダーからの、はあ、女子足も今これちょっと身を包んでますけど、明らかに肩幅とかダイナミックですからね。かっこいい。純くんの出てき方、ほんと一瞬でこのフェッて存在出す感じね。モンスターかな、やっぱりこのカノンの美しさ、ここのライン、うわー素晴らしい。フォシュくん、このね、手が揃う感じ、皆さんの、ひゃー気持ちが良い。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、本当に。ここもいいし、うわー、ディーノちゃん、ディーノちゃん、くくあれ、バンズ履いてる。そっか、スニーカーにも注目でございますからね、皆さんのね、何履いてるかも結構注意しながら、注目しながら。え、そうです。待って、リーダー最高って書いてある、ニットに。すげえすげえ、日本で買われたのかしら、それともなんかこのどこのブランドなんだろう。幼児山本、幼児山本だ、すげー。からのハオくんのこの筋肉、待って、ハオくんめちゃくちゃ体すごい仕上がってる。いや太い、ハオくん太い。ここのモノくんのパートが本当にかっこいいの。ダンサーさんたちガチでうまいですよこれ。もうブンブン、いやえぐ、素晴らしい。このやっぱね、ウォヌ君のラップの何でしょう、重たさにね合うんですよね、ダンスがすごく。ここのミンギュ氏のマジですごい、この腕振り落としただけなのにこのインパクトと胸ヒット、やばっ、これすごいわよ、クオリティ高すぎる。これあの、わかんない、どのぐらいの強さで打ってるのかわかんないですけど、ガチなポッパーさんのそれと全く一緒のヒット、すごい。ミンギュシー、もう一回だけ見ていいですか、マジでかっこいい、このヒット、えぐー。全然こうやってオラってしてないんですよ、本当に筋肉を部分的にゴンゴンって打ってるだけなのに、めちゃめちゃ強いハードヒットになってるっていう、理想的すぎる、そのヒットは。ごめんなさい、ちょっとマニアックすぎちゃったわ。からのね、ディノちゃんなのよヒット、ちょっと2人打ち方違うんですよね、こういうとこね。うわー、すんがんし、入ってくるのよね、そういうところでね。なるほど、うまー。メインボーカルが踊れるパターンってやっぱすごいですよね本当にドギョムシしかり、スンガンシしかり、うまー、体の使い方、本当にちょっとね触れるところね、バノン氏がね、Tシャツにジーパンっていう、
めちゃくちゃラフなところがまたねかっこいいのよね。うわ、このみんなが集まってくるところ、うわー、じゅんくだんだんこの一個ドンと落とすところとか、プシュここはやばい、うわ、ここをドゥンドゥンドゥンガ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 ンってこう動きたくなるところをあえてドンガ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 ンっていう風にこの体の傾きだけで見せていくという、一人で体の傾きをするっていう風になるとこのぐらいの動きの幅だと目立たないんですが、これをこの人数でやるからその動きが見えてくるという、あの数の優位性を生かした振り付けになってるんですよ、これ完全に。いいよこれ、今年一かっこいい、まだ始まったばっかりなんであれですけど、マジでやばいこれは。ノリノリ、うお、ドンドン、一個一個の音がめちゃめちゃクリアに見えますよね。あのどんどこ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 踊るんじゃなくて、あっちゃこっちゃするんじゃなくて、一個の音に対して一個のモーションで合わせていくっていう風にしてるので、シンプルなんですけれども、この人数で見せるので迫力が出るし、みんなが同じ方向にこう動いていくので、弾いてみた時に一つの塊として見えるんですよ。ちょっとスイミーみたいな感じですね、だからね、うん、いやかっこよ、同業のし頭ちっちゃ、素晴らしい、ダンサー IQ 高いですよね本当に。うわーかっこいい、この真ん中にちょっとだけスペース空いてるんですよね、この空間がね結構やっぱ大事だと思うんですよ。そうなんですよね、この最後のワイワイ感といいますか、揃えていく揃えていく、うーん、この手の高さとかですよね、皆さんのね気迫を感じる、すごく感じる、やばー、なんじゃこりゃ、すごい本当に、クオリティが高いだけじゃなくてやっぱり見せ方が天才的にうまいですね、のと音の聞き方表現の仕方っていう、ダンス揃ってますじゃなくて揃ってるんですけど、この揃ってることを存分に生かした振り付けになってるっていう、ちょっともうその先なんですよね、揃った先に何があるかっていうのの見せ方で、揃え方も大きく揃えるのかコンパクトに小さめにその部分的に揃えるのかで印象がだいぶ変わってくるっていうところと、あとはちょっとこういうグルーブみたいなところで見せるのか肩で見せるのか、こうどん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 やって見せていくのか、みんなでわってやっていくのかっていう、その手数手数、手札の多さ、引き出しの多さみたいなところにスキルがちゃんと掛け合わさるので、本当に何でしょう、掛け算で増えていく感じですね、足し算じゃなくて掛け算で、素晴らしい、これ2分50秒しかないですけどもっと見たいなって思っちゃいますもんね。ということで、このリハーサルあってのね、あの本番ですからね、またちょっといろいろあると思いますけど、でも素晴らしい内容です、本当にめちゃめちゃ感動しています。というところで、皆さんの感想もぜひぜひよろしくお願いします。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。